分前ですね。お腹すいたな。お腹すいたな。もういつも朝ごはんちゃんと食べるんですけど、今日は起きれなかったです。さすがに昨日遅かったんで。で結構がっつり食べる派なんですけど、朝食べないとね、体力がそして引きにも影響すると思っています。朝ごはん食べないとだいたい引き悪いんだな。やだ、おはようございます。いつも貞子がお迎えしてくれるんで、これほら埋まってるじゃないか、朝からなるんだって。やばい、まるでわからない。内角でもいいんだけどな。あ、はい、皆さんこんにちは、二階堂あきです。始まりました、二階堂あきの依存攻略記第9回となる、ここは E ゾーン金沢店ですね。金沢店、富山店と2連戦になるんですが、今回の、金沢店2連敗、ただいま2連敗中でございますね。攻略期なのに全く攻略できてない、いやそんなことない、うん、みたいなちょっと難しい感じになってるんですけれども、なぜ攻略できないかっていうと、ちょっとね非常に難しいんですよ。もうこうなんていうんですか、いろいろこう傾向を探ってきてたどり着いた結果が、金沢店は気まぐれ店長の金沢店ということで、なんかねこうね、こうなんじゃないかなと思ったら、次の時にはあれ違ったのかみたいな、あれこっちかみたいな感じで、こうなんかねすごい振り回されてるんですよ。もう本当にね難しくて大変なんですけれども、ちょっとね今までのこうデータをね取ってもらってまして、そのデータを元に立ち回ってたんですけれども、もしやこのデータは当てにならないんじゃないかっていう結論にちょっと達したので、またね前日のその下見のデータも取っていただいてたんですけれども、そのデータはちょっとこうちょっと置いといて、まあ、参考程度にこうしといて、まあ、直感とかねいろんなものでこう台を選んでいこうかなと思うんですけど、あとまあ常連さんの動きとかですね、どのあたりから埋まっていくのかっていうのを朝、再確認して、でそこから台を選んで実践の方頑張っていきたいと思います。ただいまマイナスがね多分この辺に今トロップ出てると思うんですけれども、これもうちょっとでも減らせるように頑張っていきたいと思います。何番だったでしょうか。はい、48番で、もうすでに入場して台は確保してるんですけれども、今回は魔法少女マドカマギカ、取りました。常連さんが結構窓マギにこう走っててるのを見たので、今まあ人気もねまだ稼働もあるので、ちょっと今回窓マギを攻めてみようかなと思いました。はい、今オープンして、まあ、本当にまだ 1,2 分しか経ってないんですけれども、他のお客さんの動向をちょっと見ていきたいなと思うんですが、常連さんがどのあたり座っているかっていうのは結構目安になると思うんですけれども、まあ、結構そのラインナップ豊富なんで、だいたい各島にまあこう 2,3 人だったり、まあ、メイン機種だったらそこをまあバーって埋まったりとかしますけど、今日はいつもよりお客さんちょっと多いような気がするんで、やっぱメイン機種の番長埋まってますね。あと寝台入ってるんですよね。寝台さすがに朝全部埋まってますね。円幕場所で選んでるのか、回数で選んでるのか、基本的に前日出てる台とかは、まあ、避けるのが多分なんか人の心理的なものなのかなって思うんですけど、
意外とそうでもないですね。前日とか前々日に回数ついてる台に座ってる方もいるんで、極端な上げ狙いとかよりはで、まあ、前々日に出てる台に座ってる方多いですね。だってもう完全に前日すごいついてる台に座ってるもんな。ビンゴ他空いてますからね。あとあれですね、角に座ってるお客さん多いですね。まあそういった感じですかね。朝の動向チェックはこんなところで。それではまだかまぎかリセスタートしたいと思います。まどまじも朝は満席になっておりますが、まあ、他の台の動向ですね。このあたりと、まあ、自分の台の動向ももちろん見ながらいろいろ判断していきたいなと思うんですけども、これWe'll be right back.
したら私がこれを食べるのかと思われちゃう。いや食べる時もありますけど。いただきますは命をいただきますってことですよね。これの命をいただきますってことです。いただきます。ソースカツ丼。丼。ソースカツです。それでは2回目の店内チェック回りたいと思います。まず自分がいる窓かまぎかの下からですね、もうね結構出てるんですよね窓かまぎが。ラボーナス、ちなみに今、正午の12時ですね。まあ、開店から2時間くらい経ってるんですけれども、メイン機種の稼働の方とかですね、ちょっと気になるんでそっちの方も見ていきたいなと思うんですが、ハーデスがいつもよりお客さんついてますね。あとやっぱさすがの番長もかなりお客さんついてますね。あとジャグラーですね、ジャグラーも基本的にお客さんついてるんですけれども、富山店も金沢店も今日はちょっとなんかあれですね、様子がいつもと様子が違う、ピカピカしてる。もう完全にこの別組対戦だか入ってて、しかも打算62分の1で引いてる前ジャグですからね、もう完全にあるんでしょうね。あ、今日はでも前ジャグがいいっぽいですね。結構あれなんですよね、小屋カウンター使って打ってるお客さんも多いんで、その辺りもちょっと参考にして見ていこうかなと思います。
3段階やったら上から2番目。どれどれ。頑張ってると思うよ、本当に。本当に頑張ってると思うよ。これで聞いたっぽいですね、バイクから来て。わけがわからないよ。わけがわかんないそうです。今日初めてのバイクから来たよ。上乗せできたとか。
たの役に立てるようになれたらな。
わかんない。うわー、3連続負けて汚れがまた溜まりました。バケットが言ってたんだ。ボーナスなんだ。でまた言われました。Whoa。
すでに諦めている箱に出ました。大丈夫。行くよ。いや。
何度でも繰り返す。何を追ってが別積みしてる台が多いんじゃないかなと思うんですが、稼働の方も、昼から変わりなく高稼働だと思います。あと、まあ外から見える範囲でのデータですね。あとはグラフで、こう設定挙動かどうかっていうのを見ながらですね、もろもろ判断していこうかなとは思うんですが、8000枚、刺激8000枚ですか、すごいですね。バチのシスターが稼働がいいですね。あー、すごい、1台すごい出てますよ。もうすでに万枚近くいってるんじゃないですか。あー、こっちのビンゴも出てますね。まあ、ATK 系だとなかなか判断がつきづらい部分もあるんですが、あとジャグラーですね。ちょっと、お昼の時に言ったんですけれども、 こっち側とこっち側でちょっと様子が違うのがこう見てわかるかもしれないですけど、こっちの方がピカピカしてるんですよ。稼働は変わらず、どっちの島も高稼働なんですけれども、全体的にやっぱりマイジャグラーはもう昼の段階で結構良さそうな台がゴロゴロあったんで、そうか、今日はマイジャグだったか、やめんのやめるの、そんな良さそうなのに、あ、やるのえ、ハッピーの方が若干稼働が少なめですけれども、やっぱね、こういう台とか良さそうで、多分粘ってるね、お客さんもこういう台とかですね、稼働がいいですね。ガサ108分の1で、
はい、そしてこちら自分の打ってる島の、魔法少女マドカマギカですからね。まあ、全体的に高稼働で若干人の入れ替わりはあるものの、あの同じ台で粘り続けてる人が多分2人ですか、ね、あ3人か。やっぱさすがに今、15時35分なんですけれども、これくらいの時間までこう打って、まあ、見切りをつけるくらいの方がじゃないと判断つかないと思うんですけどね。で今まあ窓間際に空き台がぼちぼち出てきた感じですかね。そうだな、こうやってみると自分の台は当たりっぽいですけどね。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日のまず結果からですね、投資総投資が、500枚で出玉が890枚なので、プラスの390枚でした。で、今までのトータルが、マイナス3742枚だったので、トータルでマイナス3352枚となりました。一応ギリギリプラスで終われたんですけれども、多分台は高設定だったんじゃないかなっていう感じですね。最終的にあのボーナスの合算は6をぶっちぎってたんですけれども、マジカルチャレンジの突入率ですね、スイカから 3.8分の1、これがだいたい5の近似値ですね、設定5の近似値で、チェリーも97分の1で引けてたので、おそらくまあ4とか5とか、まあ、もしかしたら6とかあったのかもしれないですけれども、そうですね、引きが良かったのか悪かったのか微妙な感じでしたね。でもまあプラスで終われたんで今日は良かったんじゃないかなと思います。相性の悪い金沢店で、まあ、3連敗逃れたんで、次の富山店では多分頑張れると思うんで富山店でなんとかこの3352枚をせめて半分にしたい。1500枚プラスできれば、でも1500枚プラスしても1800枚マイナスですからね、ちょっと厳しいですね。でもまあ残り3回で1100枚、1回あたり1100枚のプラスちょっと目指してね頑張っていきたいと思います。次回は第10回で富山店とも実践になりますので、そちらもお楽しみにしてください。それではこのあたりでバイバイ。尋常じゃないよ。寒いです。トータルで出ました。すごい。すごいよ。